というわけで今日はですね、鳥取県に来てます。これね、昔のね発電所だそうです。ちょっとね気になるというか、もう明らかにあの昔の建物っていうような感じのものなんです、建物なんですけど、あちらにあのなんか書いてます。エビ発電所、旧エビ発電所、県民の建物、登録有形文化財、自由に見ていいということでしょう。この中に、まあ、タービンというか、まあね、いろんなものがあったんでしょうね。今は多分全部取り除かれているような感じになっていると思います。なんかあったんですかね。こっからなんかが出て、こっち側に何かあったんかな。通気口というか、まあなんか線を通すようなあります。まあ休憩室みたいな感じですかね。椅子があって、まあ畳がもうボロボロになって、まあ、障子あったりとかするんですけど、まあ、昔の、まあ、そういう休憩場所、管理人とかね、まあ、そういうおったんかもしれないですね。というような感じで今日はお届けしました。まあね、特に何かあるってわけじゃないですけど、まあこういうね歴史的な建物があるということです。まあ岡山からだと、だいたい2時間ぐらいは
かかるのかなと思います。まあ、新見からだったら多分1時間かかるかかからないかぐらいです。はい、というわけでぜひ興味ある方行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。